にちは、スレアというのベルちゃんと梅ちゃんです。梅ちゃんです。はい、今日は GoPro Hero 9でこっちは撮影してます。そうね、初めて。こっちが MAX、 こっちが MAX。 あー、この前ね、そう、紹介できなかったけど、そうそうそう。今日何を書くの？映画とか見てない人は鬼滅の刃のネタバレになるかなんないかわかんないけど、まあ映画見てない人は見ないようにしてください。あ、そうですね。 OK、 はい、ネタバレ注意。ネタバレ注意。おお。はい、ということでね、誰でしょう。何ずる。知らない。誰でしょう。クマ。クマ。うん。うん。はい、じゃあ。あ、肌の色白。だいぶ白じゃない？なんかそんな色してない。これからちょっと 青っぽく。青っぽいね。うん、でも全部それだけじゃ変。こうね、こんな感じだね。いや、違うと思う。こうね、俺もちょっと自信がない。マジで色がわかんない。多分好き、好きだから。いや、いいと思うよ。そんなに。あ、初めてだよね。初めて。まあ初めてじゃないけど。何が？これ。初めてだ。おお。うん、ワクワク。ちょっと。黄色いですね、多分。なんか本当に赤。だから。目でもさ、めっちゃ赤。赤を入れるために黄色とオレンジが必要なんですよ。はい。言ったことが綺麗だわ。うんうん、そうだね。俺も、ダルちゃん、いいの見たいから。あれ、もうちょっと黒い、ダメ、ちょこっと、ダメ。あ、すいません、ごめん、いいよ、ごめん、もう何も言わない、ごめん。その、赤サビ。これで、ネオンピンク入れたら、うん、ちょっと、こういうの違うな。ピンク。でも目が、あるの。ピンクの方が強い。こんな感じがする。それ映画でしか見たことないじゃん。映画でね。そう、だからその一瞬しかないから覚えてない。そうだね、その色みたいな。で、その時のなんていうの、テンションというか。そう。目がめっちゃ黄色でしょ。目がめっちゃ黄色。おお、やば。やばいよ。え、目がやば。ベロちゃんの撮影の仕方。めっちゃすげえ。これでき。二人もね、ずっと撮ってるのね。うわ。
やばいよ。うん、やばく。にゃーん。焦げたね。焦げた。焦げた。なんで焦げたの？え？なんで焦げたの？なんでだろう。知ってる人教えてください。みんな知ってる。少しぐらい焦がしたくない？できる限りさ。できる限り。ね、そういうことでしょ。うん。ベロちゃんは敵なら誰が来ます？どういうこと？敵なら鬼滅の刃の、うん、敵で誰が来ます？え、私に聞かないで。なんで？あ、私ネタバレするから。そうか私は喋らない方がいい。はい、喋、はい、らないでください。イオちゃんは？え？これ彼に決まってんじゃん。あ、そっか、そういうね。そう、そうやって答えればいいんだよ。あ、そっか、そっか。だって今これ書いてんだもん。あ、別に嫌いでも、うん、いや、もうすごいね、これかっこいいねって言っとけばセーフだよね。セーフなのかな。そっか、私ね、学ぶこといっぱいやるね。そうだろ。すごいね。あんなに、あんなに火を食らったのに。ね。そうだよね。もっと火を食らわしてやりたい。じゃあ。やっぱ。焦げてる。もう一回。もう一回。もう一回。ってことですね。うん。私こっちの方が好き。やばいね。うん。目が大丈夫？いや、目何もないで。え、目が大丈夫？大丈夫だよ。大丈夫？大丈夫。本当に大丈夫？大丈夫。書き直したくない。大丈夫だと思います。かっこいいね。はい、大丈夫にしましょう。どうですか、ママちゃん。私、大好き。なんか違うんだよな。ちょっともう一回。映画見に行くか。映画見に行って、ちょっとまた忘れる。そうそう、また忘れる。かっこいいよね。かっこいいけど、なんかね、なんか違うよね。私は目だと思う。目かな。いや、俺肌の色だと思う。はい、
でもなんかね、ちょっとね、おかしいと思うんだけど、うん、もしなんか色が違うなとか、そういうコメントあったらぜひぜひ教えてください、うん、ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。はい、アディオス、アミゴス、エンジョイ。